やってきましたね、法廷。10月25日午前9時47分、地方裁判所、被告人第三控室。緊張するな。やっぱり、初めての、法廷には立ったことあったけど、初めての弁護ってなるとね、それ緊張するよね。まあ、みんなやっぱこのフレーズ言うね。驚きさんもそうだし、なるほどさんも確か言ってたし。どう？初めての自分で引き受けた裁判は。こんなにドキドキするの？去年フルマラソンを走った時以来です。相当だね。相当な緊張だね、それね。フルマラソンってやばいもん。それはさぞかし心拍数も上がっただろうね。ま、誰だって初めての時は真っ白になるものだよ。まあ、なるほどさんもそうでしたしね。みんなついてるから、でも、そばに。やはり少々心配ですな。何しろ今日の検事は恐ろしく凶悪で。てか、逸野さん、あなたいたんですか？手段を選ばずに、被告人を有罪にすると聞いています。湯上さん。手段を選ばずか。かくなる上は、こちらも同じようにってことですか？こちらも手段を選ばず戦うしかありませんね。そういうことじゃないでしょ。何、なんかそれで証拠品を捏造するとかなったらさ、また言い出したよ。もう結局何が正しいのかよくわかんないじゃん。事実をねじ曲げるってことでしょ。それは先生のやり方です。私は自分のやり方で勝負します。しかし、木月弁護士、あなたは昨日こうおっしゃった。弁護士としてあなたが一番大切にしているものは何でしょう？てかさ、教師がそれ言っちゃダメじゃない？なんかその、まあ、確かに、時にはそういうやり方もまあ、必要になってくることも、いやまあ、必要になっちゃダメなんだけどね、でも。それをさ、こう、教える。てか、教師がそれ言っちゃダメだと思う、俺は。へっへん、簡単ですよ。それは依頼人を守ることです。むしろ、木月さんのように言うべきだと思うよ。この裁判が模擬裁判と同じく進み、同じ結果をもたらした場合、あなたは存在意義を失ってしまうことになるのではと思いましてね。模擬裁判って同じ結果に進めばでしょう。あれはあくまでも模擬裁判ですからね。そんなことにはなりませんってば。事実やってないわけですから、森住さんは。また頑固な人ですね。まあ、すぐに自分の無力さを思い知ることになるでしょう。どうして初めて法廷に立つさ、弁護人にそんな言い方をしてしまうんですか、あなたは。一郎先生、それくらいで勘弁してあげてもらえませんか？本当ですよ。おっと、これは失礼しました。森住を守りたいと思うあまり。忍を守りたい。その気持ちはわかるんだけど。それでは、私はこれで。これを言うために来たのか。先生のおかげで、必要以上のプレッシャーが そうですね。木月さん、気にしちゃダメだ。それに、ほら、笑顔を忘れずにね。本文を忘れちゃいけないよ、本当に。依頼人を守るためにやるんだから、これ。大丈夫ですよ。それに、笑顔だって。弁護士は、ピンチの時ほどふてぶてしく笑うですもんね。笑いましょう。まだピンチじゃないですけどね。まもなく開廷の時間です。弁護人はこちらへどうぞ。森住さんはやってないわけだからね。やってないために、間違った証拠をね、こう提出することだけは、捏造することだけはね。やっぱなんか相手に悪い気がする。森住さん自身に。驚きくん、今回はここねちゃんのサポート頼むよ。はい、俺に任せてください。驚きさんがサポートしてくれるのか。そう、驚き先輩もついていてくれる。それに、忍の命運が私の弁護にかかってるんだ。驚きさんがそばについてくれたらもう大丈夫じゃないかな。同日午前10時、地方裁判所第4法廷。あ、てか証拠品見てねえな。確認しときましょうか。始まってから。1日目、開廷。では、これより森住忍の法廷を開廷します。ということで、証拠品を確認しておきましょうか。凶器の矢。死体の脇腹に刺さっていた矢。血痕が付着している。これは後から刺されたんだよね。後から刺されたってことにはなってるんだよね。道場の手帳。あ、これ気になるんだよな。これ一応まあ、模擬裁判当日の流れと、あと、まあ、その前の、
前日前々日の予定が書かれてるんですけど、スケジュールがね。だからそこになんかところどころ静谷霊の名前が出てくるんで、まあちょっと関わってくるんじゃないかなと思いますね。あと学校新聞、これはまあ悪意のこもったね、何しっけ、厚めさんの記事ですけど。で、ラミロワさんに似てる衣装。ほんで、模擬裁判の逮捕。あ、まあこれ大事だよな。これさ、まあこの中だと、その、まあ千枚同士が凶器で、で、実際あったのは美術室で、実際犯行があったのは美術室。で、まあ、3階から落として、ボールカゴを使いながら、運んだっていう感じなんですけど、まあ、どうなんだろうね。今回のこの事件に関してはさ、まあ、弓道部の人に見せかける、まあ、犯行を見せかける、理由が特にないから、まあ、なぜ模擬裁判をもじったのかがちょっと謎ですけどね。まあいいや。まあいいや。そんな感じですね。で、弁護側準備完了してマフ。早速噛みまくってるけど、噛みまくりだけど、大丈夫なの？ただ大丈夫、レフ。裁判長、なんか、舌がおかしくなってるみたいだな。心得ておりますぞ。例によって、私が冒頭弁論。消え。明白すぎる事件だ。いちいち説明する必要もね。証人だ。え、冒頭弁論しなくていいの？不服そうな顔だな。なんなら表に出るかい。めっそうもない。係官証人を呼んでくるように。ついに冒頭弁論そのものがなくなっちゃった。まあまあ、内容は、まあまあね、そんな複雑そうではないからな、とりあえず。だってこれには説明しそうだな、なんか。バンケージか。もう湯上健二とはすっかりコンビってわけね。おお、事件の詳細だな。任せてくれ。もう何も言わずとも。みんな大好き、正義の友、所轄署のバン、ゴーゾーが説明しよう。今ので通じたんだ。もう息がぴったりですね、あの二人。では、バンケージ、事件について説明をお願いします。24日の午後2時30分頃、教師の道場正代が死体で発見された。そうですね。凶器はここにある千枚同士。被害者の血液と被告人の指紋がはっきりついていたよ。で、それを、まあ、森住さんが持ってたっていう。あ、でも持ってたのは、ね、模擬裁判で使うものですから、ただ持ってただけだと思うんだけど、まあ、誰かがだから犯行後にそこに戻したわけですよね。それをただ森住さんが持ってきただけ。なんだなんだ。いやーなんか鷹が襲いかかってきた。渡してくれただけか。証拠品を、届けてくれたのか。見事な高さばきだな。髪の毛でもむしられるかと思いましたよ。ちょっと待って、ちゃんと見なかった。海洋記録は、10月23日、午後6時から8時、脇腹を刺されたことによる失血、手首に縛られたような跡あり、それ以外に目立った外傷はないが、ああ、ひどく荒れていたか。それはやっぱり後から矢で刺されたからかな。って感じですかね。ちょっと待って、もう一回さ、ちょっとスケジュール帳見ていいですかね。24日ではなく23日、前日に殺されてるんだね。これを見る限りだとさ、前日の夕方に殺されてるわけだ。え、でも、あ、まあいいや。なるほどね。さあ、説明を続けるぞ。死体の発見場所は校庭のステージ。しかしそこには血痕がない。その一方、校舎3階の美術室からは、強烈なルミノール反応を検出。
つまり本当の殺害現場は美術室だったと考えられるのだ。では死体は美術室からステージへ移動されたわけですな。ご明察だ。そしてさらなる明白な証拠、殺害現場の美術室に、学校新聞の記者が仕掛けていた録音テープ。あー言ってたな、なんか殺害の瞬間、殺してやると叫ぶ女の声が記録されていたのだ。それが森泉さんかどうかっていうのはちょっと確認してみないとさ、なんとも、なんとそんなものが。まあでもあの人、厚目さんの残した証拠でしょ？なんかちょっとうさんくさい感じがしますね。これが噂さんの言っていたテープレコーダーみたいだ。殺害の瞬間の声が入ってるなんて一言も聞いていなかったけど。静かに静かに。早速実際に聞いてみるとしよう。殺してやる。むぅ、かすかではありますが、てか誰の声これ。確かに女の子の声みたい。美術室で、殺してやるって叫んだ女がいるってことは確かと。まあ、それが森泉さんかどうかわかんないよね。声は小さく、雑音もひどい。おかげで、声紋鑑定も難航中だ。ではこれが被告人の声だと断定されたわけではないのですな。いやいや、そう結論するのは早い。声紋が全てじゃないぞ。殺害は夕刻から夜にかけて行われた。そして死体の発見は翌日の午後ですね。そこで問題になるのは、いつ死体の移動が行われたかだ。確か当日、まあ、24日は、なんかライブがどうのこうので、人が集まってたんですよね、確かね、その近くには。ついさっきまで人で溢れてたけど、気がついたら死体が移動されてたと。誰もない夜中なら死体を移動させることができます。夜中は、確か移動されてないんでしょ？残念。午前中、校内には多くの生徒がいた。しかし、死体なんか誰も見ていない。校内に人がいっぱいいたから。死体が移動されたのは、模擬裁判前。生徒が皆大教室に集まり、校内に人が誰もいなくなった空白の時間しかないのだ。もうなんか今なんか、自分で言ってて思ったけど、まあでもそれもよくわかんないよね。例えばその、まあライブ会場、あのステージで見つかったわけじゃないですか。ステージのところのどっかに隠されてて、もうすでに移動は済んでて、どっかに隠されてた可能性もあるでしょ。実際その時間に模擬裁判の出演者、静谷霊が死体を見ているからな。静谷霊ね。霊くんが死体を見たって話、やっぱり向こうも聞いてたか。ちょっと待っていただきたい。全員が大教室に集まったのなら、死体の移動を行えた者がいなくなってしまいますぞ。で、そこで、その模擬裁判参加者の名前が上がってくるわけですよね、多分。ははは、安心したまえ。何事にも例外はある。例外ですか。模擬裁判に出演した3人の生徒は、出番まで個別の控え室に待機していた。この3人だけは模擬裁判直前に無人の校舎内を動けたことになる。てかむしろさ、静谷霊さんはその控え室と離れたんでしょ？静谷霊さんがやった可能性だってあるよね。なんと、そうなるとつまり、ジャスティス、死体の移動が可能だったのはこの3人の生徒だけ。木月さん、これもしかするとまずいかもしれないよ。この流れはね。え？そしてその3人とは、静谷霊くん、厚井千代くん、そして森泉忍くん。あ、これってまさか。ジャースティース分かったかね。犯人と思われるテープの声は女性、そして、死体の移動ができた3人のうち女性はただ1人。被告人森泉忍だけじゃないか。キャッハハ。どうでしょうね。やるね。尋問さえしないうちからここまで追い込まれるなんて。そうだね。もう結構こう、確かな反論を言っていかないといけない流れになってしまったね。かけらも嬉しくない。おっさん、上出来だ。いい説明だったぜ。
来月の給与査定、楽しみにしておきな。やっぱあなたが決めるんだ、そういうの。囚人なのに。はっはっは、金などいらん。すべては正義のため。ジャスティス。へえ、釣れねえおっさんだね。バンケージには、飴もムチも通用しないってわけね。あれなんだね、金とか興味ないんだね。誰かさんとは大違い。それでは係官、次の証人を呼んできてください。あ、出ましたね。厚めさん。相変わらず段ボールに。次の証人は段ボール箱ですか？喋らねえのか。ギーしししよく気づいたな。私の存在に。気づくだろうか。みんなが注目してたよ。なんと段ボールから手が。裁判長。笑え。いや、ダメじゃない、こういうことやっちゃ。なんと、撮影されてしまいました。噂、集め、法律学園の3年生、裁判官クラス所属の、新聞部員だ。私は森泉の罪を知っている。聞かせてやるぞ、獅子。念のために聞きますが、その箱は脱がないのですか？顔がバレたらスクープが取りにくくなる。だからこのままだ。隠密行動は記者の基本。ふむ、しかし、顔を隠して証言するというのは、まあ、どうなんでしょうね。まあ、別にいいような気がするけど、プライバシー保護のため。元忍者の囚人が言ってたぜ。隠密にとって顔がバレることは、死罪に値するってな。元忍者そいつがまずうさんくせえな。なんと、そういう事情がありましたが、別にこいつ忍者でも何でもないけどね。命は大切にしなければいけません。特別に許可しましょう。元忍者の囚人って、いやいや、絶対嘘でしょ。この現代の時代に忍者なんているんですかね。それでは、顔がバレるよう注意して証言をお願いします。その気になれば頑張って見れないこともないけど。ダンボールぐらいだったら。台本と事件の類似。あ、まあ、やっぱそこから行くか。事件は模擬裁判の台本にそっくりだ。そして台本の作者は森泉。模擬裁判が始まるまでに内容は道場先生と森泉しか知らなかった。動機は、おお、動機もあり、状況も台本とそっくり。つまり犯人は森泉以外にいない。不採用になった。台本とそっくりの殺人ですと。まさかそんなことが。模擬裁判と実際の事件、現場写真を比べてみれば一目瞭然だ。いいか？こいつはアホでもわかる。単純な理屈さ。まあ言いたいことは何となくわかるけどね。台本を知るのが被害者と被告人だけ。ならば犯人は被告人しかいない。しかも、殺害現場と見られる美術室で、証人の台本と、ん？サイと書かれた封筒が見つかってやがる。前日になって急に、自分の台本が不採用になった。自分の台本を使うよう迫った結果、もめ事になり、刺しちまったのさ。え？ぐう、筋が通ってて反論できないよ。井上健二がよく喋り出したね。今日に乗ってきたのかな。ああなるとあの人手強いんですよね。捏造と冤罪、裏切りと憎しみに溢れた私の台本をよくも。よろしいですから。ちょっと待って、俺の舌回らなくなってきたな。はい、大丈夫です。多分。矛盾を探して、突きつける。見つからないときは揺さぶる。これまで何度も見てきたんだ。私だって、やれる、はず。やれるでしょう。台本と事件の類似。事件は模擬裁判の台本にそっくりだ。そして台本の作者は森泉。ここまではいいけどね。
模擬裁判が始まるまで内容は道場先生と森泉しか知らなかった。まあそういうことなんですかね。本当にこっそり盗み見た人がいるかもしれませんよ。例えばあなたとかね。どうですか。ししし、それはありえないのだ。私も何度も盗もうとしたからな。あ、集めちゃう。だが森泉のガードは固かった。隠密の名手にできなかったことが凡人に可能だと思うか。なるほど。でもね、証人それをここで公言しちゃって後で怒られませんか。あなた盗もうとしただけでもうちょっとそれは良くないことなのでは。な、弁護人、罠にはめたな。私のせい。ギギギ、この程度で勝った気になるなよ。まあ何もしていないが。動機は前日になって森泉の台本が不採用になったことだ。あー、これ何これ、それって本当なんですか。で、殺害現場の美術室には採用マークの書かれた封筒と、おー、どうやら採用されたのはそこの箱入り娘の台本だったようだな。しししし、私の台本なら採用されて当然だ。賄賂や捏造証拠など今までの模擬裁判にはない新しい概念も導入。暗黒の法廷バトルが楽しめる。よくないよそれは。斬新な台本だったのだからな。余計に採用されないような気がするんだけど。まあだが森泉は身も凍る手段を使い自分の台本が採用されたことにした。かくして実際の模擬裁判ではあの女の台本が使われたのだ。どうだ、これで分かっただろう。本当かよ。動機もあり状況も台本とそっくり。つまり犯人は森泉以外にはいない。あー、模擬裁判を見た人なら現場を再現することはできるはずです。誰かが模擬裁判を見た後で。あー、それは難しいんじゃないかな。でも死体を拘束した可能性もあります。さすがにそれはね。ふぅ、ガキを相手にするのは疲れるぜ。なんですって。ははは、ため息疲れちゃったね。驚きちゃんも落ち着きすぎじゃないか。なんか助けてくれ。笑ってる場合じゃありませんよ。私は子供じゃないんですから。まあまあ、きっと未成年って意味だよ。いいか、忘れてもらっちゃ困るぜ。模擬裁判の開始前、静や霊が死体を見つけてやがる。つまり台本の内容を知るやつしか工作はできなかったんだ。そうでした。ガキンチョのおめえさんには工作なんて言葉は似合わない。まあせいぜい図工だな。昇格する。取れたぞ、森泉の弁護士。兵士記者の証言にキリキリ舞い。よかったですな。新聞に載れば弁護士としても箔がつきますぞ。学校新聞で一部すぎるな。二つの事件の状況が似通っているのは誰の目にも明らか。だけどそれがそのまま忍の犯行を示すわけじゃないはず。木月さん、歯がゆいだろうけど俺たちにはまだ情報が少ない。まずは地道に揺さぶって突破口を探していこう。そうだね。じゃあまあ揺さぶっていくか、全部揺さぶるか。そっくりね。台本の内容の事件、わずかに違う箇所だってあったはずです。ギギ、細かいことばかり気にしてると、小じわが増えるぞ。大事なことなんだから。いいえ、日々の早寝早起きで、肌はむき卵のようにツルツルですよ。まだ若いし。へえ、ツルツルなのは、おめえさんの脳みそもだろう。やっぱり壺に入ったゆがみさんの。こりゃ傑作。なんですって。ひどいこと言いますね。ははは、湯上健二、うまいこと言うな。笑ってる場合じゃありませんよ。先輩も言い返してください。まあまあ、ほら、落ち着いて。遊ばれてるわ、湯上さん。いいか、二つの事件。確かに細部の違いはある。模擬裁判の現場にはステージは、影も形もねえし、実際の裁判では手首に縛られた跡がありやがった。その辺はどうなんですか。だが類似点の多さに比べは微々たるもんだ。
どのみちこれを台本の情報なしで再現するのは不可能だ。まあそれはそうかもな。どう見てもこれを偶然で済ませるのは無理だよね。しどうだ、分かったか、森住の手先。手先。ふむ、証人の証言は一通り確認できたようですな。まあそうですね、あまりにも似すぎてると台本と。え、分かったかい、こいつは明白すぎる事件。そのむき卵みてえにツルツルの脳みそにまた言いやがったな。刻み込んでおきな。の、の、もうなんかね、絶望感じるじゃないか、なんか。もうこっちがもうなんかもう劣勢な感じですね、いきなり。反論してもすぐに切り返されちゃう。こんなはずじゃなかったのに。どうしたらいいの？まあ、だからその台本が、なんかさ、その噂集めさんの台本が採用されてたっていうのがちょっと気になるんだよね。あとまあ前日に、その台本を使わないことが決まって、答えはもう見えているはずだよ。え？犯人が模擬裁判の内容を知っていたとしたら、模擬裁判の内容に似せて、事件を起こすかな？まあ、しないよね。だって疑われるの分かるじゃん、自分が。そしたら。だから多分誰かが森住さんに罪を着せようとして、模擬裁判の内容に似せて事件を起こす。犯人の気持ちになってみるんだ。きっと矛盾が見えてくるよ。あ、そうか。先輩ありがとうございます。さすが驚き先輩。証人、犯人は殺害現場の状況を意図的に台本に似せた。偶然でないというならそれは間違いありませんよね。当たり前だ。それが森住の、少年の悪さを表しているのだからな。あと嫌いですね、森住さんのこと。なんだ。もし被告人が自分しか知らない台本にわざと似せたとするなら、その行動はかなり不自然だと言わざるを得なくなります。なんだと。ふむ、何が不自然なのかご説明願えますかな。忍が意図的に台本に似せたと考えるとここがおかしい。犯人が自分しかいなくなるじゃないですか。模擬裁判の台本と、現場が同じ。それこそが不自然なんですよ。同じで何かおかしいというのさ。まあ、ほんとそうだよね。そしたら自分が疑われるのはもう、誰の目にも明らかだもんね。弁護人、詳しくお願いします。もし仮に忍が犯人だとしましょう。だとしたら、わざわざ現実の事件を模擬裁判と同じにする理由は何ですか？それはもちろん、自分が犯人だと明かすため。そんな奴いませんよね。そんなことをしたら、自分が犯人だと言っているようなものじゃないですか。それ、これこそ、誰かが被告人に罪を着せようとしている証拠です。例えば、あなた女性なんだね。死体発見は模擬裁判当日、つまり、台本の内容が知れ渡る日なんですよ。なのに台本通りの殺害なんてどう考えてもありえません。女、調子に乗ってるな。へえ、ジョーちゃん、泥の字の助立ちでようやく刀を振れるようになったか。まあ、そこまではあなたも想定済みか。だが所詮は借り物の刀、使いこなせなけりゃ丸腰同然さ。わかりにくい例え話はやめてください。おめえさんの言う矛盾には歴とした理由があるんだよ。理由？あるんですか？やれやれ、世話の焼ける、じゃじゃ馬娘だ。じゃじゃ馬娘と。被告人はもともと模擬裁判を中止させる腹積もりだったのさ。そうすりゃ事件と台本が似てようが、誰も気づかねえだろ。中止させる腹積もり？模擬裁判が中止になったのは偶然死体が発見されたからですよ。へえ、死体は証人も発見してたんだ。証人は犯人によって仏さんの元まで誘導されていたのさ。お？
何ですって、証人が死体を。そういうこった。そこで死体が見つかりゃ模擬裁判は中止になる。じゃあその時通報はしなかったんですか。あなたも見てたんだね。そうだ、スクープのため秘密にしていたのだ。それはもうあなたもそうだし、静谷玲さんもそうだし、ちょっとダメだよそれは。で、その件についてはたっぷり芝居ておいたぜなあ、勝利。もし縛かれたのか。戦場カメラマンに比べれば、あれ式の恐怖。いや、もう心に植え付けられてるじゃねえか。恐怖が。湯上健二、一体どんなお仕置きをしたんだろう。段ボールの穴を全部塞いで、呼吸困難。バン刑事が笑いながらブンブン振り回したとか。やばい、ちょっと気違いじみてる。その、拷問みたいなやつは。それは確かに怖いね。さあ、無駄話はそこまでだ。証人、証言だ。まあ、これが本当なら確かに重要だな。いいだろう、ケンジ。私の証言が森泉を仕留める。